グロービスハイ世界囲碁 U-20 は、囲碁の20歳未満の若手騎士による国際棋戦。2014年に創設、第1回は7カ国、地域の代表が出場した。決勝戦と3位決定戦2014年5月、9から11日に、日本6、韓国3、中国3、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、オセアニア1の、 計16名が参加し、グロービス経営大学院大学東京校にて開催。48から69もといえも、一力両序盤右下で白が十分な裁きを得たように見えたが、黒は左下を高型で頑張り、中央黒57の不景の動き出しから黒69の逃げ出しまでわけのわからない戦いに引きずり込み、ここで十分な別れを得て優勢となった。 153手まで黒中をしがち。2015年5月8から10日に開催。日本6、韓国3、中国3、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、アジアオセアニア1の計16名が参加した。2016年4月22から24日に、日本6、韓国3、中国3、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、 アジアオセアニア1の計16名が参加し、グロービスにて実施。2017年4月21から23日に、日本6、韓国3、中国3、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、アジアオセアニア1の計16名が参加し、グロービスにて開催。2018年4月20から22日に、日本6、韓国3、 中国産、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、アジアオセアニア1の計16名が参加し、グロービスにて開催。2019年4月19から21日に日本6、韓国産、中国産、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、アジアオセアニア1の計16名が参加し、グロービスにて開催。 2020年8月1から2日に、日本6、韓国3、中国3、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、アジアオセアニア1の、計16名が参加し、ネット対局にて開催。2021年6月5から6日に、日本6、韓国3、中国3、中華台北1、ヨーロッパ1、北米1、アジアオセアニア1の、 計16名が参加し、日本棋院のネット対局で行われた。ありがとうございます。